ちゃん、お前のこと思っているよ、ベイベー。この先何がある果ても、俺はお前のいつでもいつまでも実は今日のこのね会場も三浦ひろ子さんが、この曲を聴いてくれて、徳馬、私の子供が通ってる高校の卒業式で歌ってくれないってみんなにね、お父さんお母さんは口ではあんまり言わないかもしれない、いつも怒って勉強しなさいとか、でもね本当は大好きなんだ、大好きなんだけど、日本っていう国はね、あんまりね、そういうのね、恥ずかしがりがりね、面と向かって言わないんだ。俺も自分が大人になって子供持って分かったのが、やっぱりね、言えなかったんだよね。自分が子供の頃は一番欲しかった言葉なんだけどさ、
もう100点取らなくても、親の言うこと聞かなくても、俺はいつも確認してたよね、親に。俺捨てられんじゃない、こいつもああいうことばっかりだし、それはね、確認してたんだよ。本当に俺のこと愛してんの、お父さんお母さんっていうの。いつもそれは俺不安に思って生きてたんだよな。でも自分が大人になって分かって、本当に俺も言葉に出さないけど、息子たちのこと大好きだよ。でもこれをやっぱ言葉にしようと思って、そうだ、僕は歌手だから曲作るから曲にしちゃえって作ったんだよ。そしたら、ウラピーちゃんの三浦さんが、ひろこちゃんが、ひろこさんが、みなひろこさん、ね、今日のためにありがとうございます。本当半年前からちょっと登場、彼女がで、みんなもありがとうね、今日は協力してくれてで、呼んでくれてですね、まあ、学校の卒業式では歌うことできませんでしたけど、今日こうして歌えたこと、本当に皆さんありがとうございます。では、次。